のかも。バンドマンです。はい、今回もですね、前回に引き続きポケカオリパの開封になります。前回ね、私バンドマンがもうポケカを集め始めたというところまでは行ってよかったんですけども、まあね、2回だけしかまだ投稿してないということでね、1万円分ぐらいをね、ポンポンと上げたぐらいで、まだガチさが伝わってないのかなと。うん。皆さん、ちょっと疑ってるところもあると思いますんで、もう、本気でね、ポケカ集めてきてるんだぞというところをね、今回お見せしたいと思います。まあ、別に見せなくてもいいんだけどね。うん、そんなね、ガチなところ。うん。いや、ガチでもないんですけどね、別にね。まだ、10分の1にも達してないぐらいの、うん、レベルですけども。まあ、この間よりか、まあ、オリパスの口数をね、倍増。いや、倍の倍ぐらいも、はい、購入して、皆さんに、見せていきますんで、見ててください。大当たり、ちなみにね、ゴッドポットさんね、はい、ゴッドポットさん。もうこれ、前回と同じだからね、これ。はい、内容はね、全く同じ。大当たり、頑張りギリギリ、はい、当てていきます。頑張りギリギリ、いきます。ではもう、開封チェンジ、いきましょうか。開封モード。はい、ではね、開封モード入っていきたいと思います。まあ、改めまして言いますと、ゴッドポットさんの、ポケカオリパ、松ってやつですね。はい。で、まあ、大当たりが、ガンバリリエ。はい。アセロラ SR、ゼクロム SR とか。はい、もう、衝撃の一枚がもう、詰め込まれてるパックなんでね。はい、もう、ここら辺がもう、出てくれたらもう、文句なし。うん、文句はないんだ。うん。いや、前回も文句のはなかったんですけどね。うん。とりあえず当たってないことばっかり。で、まあ、ちょっと、何口買ったって言った俺。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11?11? なんで11なんだ、これ。ん ?11 って、10、あ、違う、20口じゃないのか。あ、また怖い。出たよ出たよ、これこの関係あ、やばいまとわりついた、ノリがまとわりついた。ちょっと待って、数えるわ。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。 あ、はい、わかりました、判明しました。22口ですね。わかってねえのか言ってね。うん。全22口購入しました。はい。でね、今調べたらね、もうね、売り切れてましたね。ソールドアウトになってました。やっぱり人気なんですね。まあ、あと、これは本当に魅力的な、オリパだと思うんですよね。結構。その、1500円、まあ、ギャンブルだからね、オリパだから、そう、まあ、最低保証入ってる。でも結構いい、SR 以上だから、うん、何気にいいんですよね。うん、よし、見ていこう。文句してなんか、してたらね、なんもわかんないから。はい。やっぱりレッドのスリーブできましたね。レッドスリーブでね。オシスレッドできましたね。よし、行っちゃおう。じゃあ、最初の一口目。結構長いからね。22口だから。せーの、バンド!おお、よかった、モルフォンね。あ、よかった、モルフォンです。何が良かったのかわかんない。ね、とりあえず、出落ちだけはやめとこうっていうね。うん、もう当たり前提で見ていきますから。うん。はい。じゃあ、二口目。当たり前提ですよ。もう、こんだけ買ったら当たるでしょ。当たってないと思う。当たってくれてないとダメだな。いきます。せーの。おっ、あ、んあ、これは前回と同じ。マレイ。ちょっと、まずこれで3枚揃ったかな。これでやっと3枚揃った。うん。まあ3枚揃うことはええことや。ファイリングにね。うん。適しとるさか。3枚の枚数は。はい。では、キューポケットでね、コレクションしてますから。うん。なんたってね。うん。あと、トレーナー。うん。やっぱりトレーナーのね、SR、一番いいっすよね。うん、バンダマン、一番好きです。せーの、バタ!おう!ミミック SR。これも綺麗だね。色使いが、黄色とピンクってね。
まあ、あれだ。アローラ、アローラの伝説じゃない。なんだったっけ、あれ。パックの名前が、フェアリーライズでしたね。はい。フェアリーライズに入ってるやつ、収録されてるやつですね。はい。行きましょう。4口目、せーの、バド！おー、おー、おー、積んで積んでも、確か結構上がってきたんじゃない？積んで積んでは。おー、おー、綺麗綺麗。おー、綺麗っすねー。SR はやっぱり、なんかもう、SR 見てると、なんだろう、SR 集めたくなってくるな。基本バンダマ、ハイパー集めてるんで、はい。ハイパー、ウルトラ、あと、トレーナーの SR ですね。はい。を主に集めてるんで、まあ、ポケモンの SR は集めてはなかった。いいんだ。いいんだ。バンダー！おー、お！出てんね。これはいいんじゃない？これ、ちょっと後取った？このオレンジに黄色もええよね、なかなかね。映えるね。はい。5口やったところね。やっぱりスリーブの色は変わんないね。赤だね。もうずーっと赤なのかな、やっぱ。これはもう、いつ出てきてもおかしくないね。行きましょう。6口目。せーの、バド！おーし！ここでウルトラ。ビーストプリガン。プリンガーか。ビーストプリンガー。ビースト系に使うアイテムなのかな？グッズ。はいはいはい。まあ、ウルトラはいいね。これで1500円くらいなのかな？いや。いいか？ん？元と、そう。そこら辺疎いんですよね、バンダマンね。買い取り査定で行くと、あれかなと。売り値で行くと、そんなもんなのかな。行きましょう。7口目。せーの。パンダ。フーパー、フーパーも前回出たね。フーパーちゃんも前回出たね。でも結構上がってきたんじゃない？フーパーって。GG エンドで、確か、悪系が、ん？悪系強くない。なんか、ツイッターでね、よく、まあ、買い取り査定の、ほら、更新されるの見て、まあ、フーパーとかは良かったような感じもしないこともないなぁ。バンダ！あ！これは積んで積んでじゃない。鉄火具屋か。鉄火具屋もなんか積んで積んでと同じ光り方するんやな、これ。ビースト系はこういう光り方で来るやな。なるほど。はい。行こうか。22口あるからね。はい。何度も言うけど。だいぶガチでしょ？頑張ったよ、だいぶ。今回は頑張ってる方だと思います。はい。行きます。9口目。せーの。バッタ！カモンベイビーシロナ。いいね。しかも、こういうの待ってたよ。やったー。これよ。これが引きの運よ。まあ、シロナ。バックアドちゃう。バックアドだけども、バックアド。1万ぐらいか。ガンバギーギーに比べたら倍だもんな、だって。2分の1だもんね。ここで俺は満足したらいけないと思う。でも嬉しい。シロナって、バンダマンの、ポケカの開封動画で上げてるんですけど、一回自引きしたことはあります。これ、シロナね。はい。なんで2枚目なんですけどね。はい。でももうないけど。はい。せーの、10口目。おう、たけしのガッツ。これも、やられたなって感じ。やられたなって感じだけど、まあいいや、いいや。まだトレーナーズのレアだから。いいよ、いいよ。よし。いやーもう白な。白なで終わらないよね、でもね。ギリエ来るよね。頼むよ。いきます。11口目、言いずれ。11口目のバンダー。おお、
口なし、おこれも取らんかったね。悪タイプに。悪タイプに使えるのね。悪ちゃんに。はい。前半戦終了。11口火。どうでしょう。まあ、もう、これで来てるからね。元取れてるからね。白なので。うん。前半戦は勝ちということで。はい。後半戦の11口見ていきましょう。もうなんか、これが来てしまったら、なんかこうね、なんだろうな。まあ、シャッフルしてたらわかんないよね。でもね。シャッフルでこうバッと取ったらね、22口取ったら来るかもしれないしね。いくよ、せーの、バンド。おお、かぶりの口なし来ましたね。12口目、13口目ね。はい。もうそんなに口数開けたことないから言いづらくてしょうがないな。ただでさえバンダマンちょっとあれだ、噛みやすいのにね。いきます。12、3、はい、13口目いきます。せーの、バンダ。ここでちょっとかぶってきちゃってるね。かぶりの連鎖入りましたかね、これね。かぶりモード突入。俺歌舞伎モードにしようかな。歌舞伎と大当たりが出やすい。いざ修羅に入る。バタ。おい、山男。山男。修羅っぽいね。修羅に入ったみたいな感じになって、ほんま。一気かけだよ。行きぜー。行くぜー。もう何口で見たこれ。14。15口目。はい。15口目です。せーの。バタ。おう、アローナなし。これは、なしなししてるね。これはなしで。なかったことで。次。16口目。はい。もう来そうだろ？もう来そうでしょ？ちょっと。来るぞ。衝撃は突然。訪れる！SSR。そう、SSR も集めとるんよね。だから、大好きです。ありがとうございます。やばい、コレクションもう、こんだけでもう、ほぼほぼ、いい感じ、ええ感じになるんじゃない？あと何口？もう忘れちゃったね。あとは言わなくていいかも。残り数を言おうか。はい。いきましょう。せーの、また！おっしゃ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 。来たー、レックザハイパー。おっしゃー。夏い。懐かしいわー。テンペスト GX。あれね。レックのカリスマ。レックのカリスマ、そうだね。収録されたやつね。もう絶版だからね。そうだね。再録されないかな。ほんまに欲しいんだけど。今、ルギアとか出てるのか。でも、なんかツイッターとかではね、ちょくちょくなんか、どっかの大手ら辺のカードショップの方ではね、再販とかね、なかなか手に入りづらいものが見かけますけども、あれはどっから入手してんだ、あれは。せーの。バジャ！おお、釣り人。釣っちゃう、釣っちゃう。大物釣れないよ、なかなかね。色違いのギャラドスぐらい釣れないとやっぱ。ギャラドスね、色違いのギャラドスね。まだカードになってないよな、それ。あのギャラズ、かっこいいもんな。赤いギャラドス。いきます！せーの！バジャ！あー、これも被ったー。前回と同じ、セレビ不思議バナー。タッグチームね。最近系の当たるとね、ちょこっと、ダメージを受ける。だって最近のパックまだ売ってんだもんね。最近のパックはまだ全然あるじゃん。普通に。まあさ、まあこれを当てようとしたら大変だけどもね。そりゃパックでね。しかし、あるものだからなぁ。バト！お、コバルオン。
コバルトブルーだね、確かに。白銀に浮かぶコバルトブルーのような色してるね。はい。では次。お、やばい、もうやばいぞ。あと二口。とうとう終わりが見えてしまったか。この二口で大穴狙い。衝撃の一枚。来いや。わあ、おお、まあ、あ、いい。あ、登った。登って下ったよ、もう一瞬で気持ちが。上がり下がり激しいね。まさに君のカードのよう。はい。行きましょう。ラストワン口へ。これに全てを託したいと思います。俺は、このドローに全てをかける。ん？セリフ違うような。行くぜってね。まあいいや。行くぜってほんまに。ラスト一口。せーの。バト！おー、ポケモン通信！ウルトラやけど。はい、ありがとうございます。ということで、結果発表って、結果発表って別に値段ボンって出さないんだけどね、バンダマン動画はね。はい。もう、最大の大当たり、白ナを引いちゃいましたね。白ナは、まあ、上から1、2、3、グズマ、4番目ぐらいなのかな？上から4番目ぐらい。まあまあ、いい位置になりますね。主な当たりカード。白の SR、あちゃっちゃいました。やっぱ頑張り、入江とかアセロラは来ねえかー。ここら辺欲しいんだよなー。ほんまにさ、頑張り、入江を本当に手にしてみたい。というバンダムの気持ちでした。はい。今回、ゴッドポットさん、前回に引き続き、今回は、倍の倍の倍ぐらい、もう、どんだけだ。とりあえず、22口、1万、1万じゃねえか。3万、いくら？ 1500 円、22口。はい、計算してください。ぐらいの、開封しました。結構ね、まあ、アド的にはね、すごくいいものがばっかり出ますね、やっぱり。引いてっていうか、開けて損ないパックですよね。最近やっぱツイッターの方で、まあ、ちょくちょくね、なんか、物足りないというか、ちょっとね、気がかりな、ちょっとオリパー屋さんとかね、ありますけど、なんかね、ごたついてますけど、まあ、怪しいオリパー屋さんはちょっとね、避けるようにしてたらダメなのかな。どんどんこうやって公開していった方がいいとは思うんですけども、でもそれでも減らない。まあ、皆さんのお力も踏まえてですね、なんとも言えないんですけどね。作った側じゃないから分かんないですけど、作ったこともないし、買ってるだけなんで。でも、まあ、開けるまでのワクワク、喜び。開けてからの喜びですか？あと、期待を持ってやっぱり買ってますんで、ちゃんとね、作ってもらいたいところはありますね。はい。最後までご視聴ありがとうございました。この動画、面白いと思ったら、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、バンダマンでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。